探索系やるとね、忘れるよね、いろいろ。来てるわ。めっちゃすぐそこに来てるよ。ここだった、ここだった。表裏ランドギャラクシー。ね、チクタク小部屋の、あ、パープルコイン。死にそう。死ん。多いな。これは時間切れで死ぬやつかな。2分30秒。こっちか。あー、もうこれきつい。角度か。これ壁蹴りはできるな。ここはこれで終わりだ。行け。摩擦か。この角度結構きついね、これ、まあ、1キャップに興味があるわけではない。あと3部屋か。こっち行っとこうがいいな。その角度か。残ってる。これ多分通常ジャンプで。あと40秒。あー、1個残ってる。ちょ待って、これいけへんや。よかったー。ギャラクシー1じゃなくてよかった。1やったらまだタイムカウントするぜ、あいつ。1はまだカウントするよ。知ってる？あいつ。1はね、取るまでがマリオギャラクシーだからね。よし、半分。あとはワンワンクリアしてボスやな。 OK、 これでワールド4コンプリート。いくぞ。おー、ゴールドワンワン。金はいいね、金は。金の価格上がり続けてるからね。ワンワンファクトリーギャラクシーゴールドワンワンの生まれるところ、チクタクロックかな。ゴールドなワンワンってパッと見はいないけど。お、ルイジ君。いや、まあまあ、テケテケっと、まあ、せっかくだからね。お、お掃除屋さんじゃん。この掃除屋さんね、2だとね、掃除失敗しても殺されないからね。
掃除を失敗したら殺されるのは基本だったんだけど、丸くなったねこういうの。昔はね、掃除失敗したぐらいでぶっ殺してたのにね。下がる、下がる、下がりきるの、下がる下がるメリーゴーラン。大したお話聞かせて、ええ感じの穴があるで、これワンワンを連れてくるのかな、こんな感じがする。ガチが足りない、あ、そういうことね。だからそれをあえて無視していこうとするのが私、もう無理、ダメだ、そういうことね、はい、次分かった。そして保水性がいい、ルイージのジャンプ力ですかね、ジャンプ力ですかね。でこうね、そしたらゴールドワンワンが生まれる、生まれない、あのワンワンうまく転がせへんか。うちらもなんか手伝おうと思ってワンワン工場に乗り込んだんや。ワンワンって工場制だったんだ。まあ鉄球だからね、生き物ではないっすね。とりあえずそこの土管くんに乗ってきた話だ。こいやー、あんた、あんた、おお。割とどうでもいい。なんていうか、この作はあんまりね、土管もあのワープもほぼ意味がない。じゃあ、ノーズあったね、今。振ると回転するタイプ、君は振ると回転するタイプの変態なんだね。ワンワンが出てこない、ね、なるほど、オンにすると出てくる。で、ワンワンは向こうに入っていきましょう。あー、そういうこと。まずはで、中間あるな、よしよし、これはどうだろうな、時間あり、うん、今のはビビったぞ。はっと、なるほど、こんな感じのね、あのアナログ、おっと、黄金ワンワン出た、これたまった、重力どうなってるのかね。ボルト、ヘコミ、ヘコミしていますか。してます、ね、ゴールデンなワンワン、出たー。
ワンワン。ゴールドワンワンの生まれるところ。やっぱね、ルイージ滑るからすっげえ使いにくいんだよね。お、手紙だ。ルイージさん、ルイージの手紙。お、お願いや、宇宙の何でもやってあんたのことやろ。あんたを見込んでお願いがあるんやで。ゴロイワゴロゴロギャラクシーで待っとるからね。掃除やな。兄さん、僕の活躍見ていてくれたかい。じゃあね、またね、兄さん。兄さん。兄さん。渋い空気。あ、行く前に、もう一個行っとこうね。ワンワンゴロゴロ。ワンワンゴロゴロ。ボヨンボヨン。ボヨンボヨン。ダッダーン。ボヨヨンボヨヨン。最近の子がこの CM を。あ、バネマリオもあんだ。あれだよね、あのニューマリ U でニューマリ Wii にあったあのヘリコプターマリオみたいなあれも出てきたのと同じだね。ろくに名前も覚えてね。これね、めちゃくちゃ使いにくいよ。一番嫌いなマリオ説まであるよ。マリオギャラクシーで一番嫌いなマリオはバネマリ説ある。溶岩の上はいけんじゃん。関係ないね、これで取れるか。あ、なるほど、チョアだって。こうやって大ジャンプでこうやっていくよ。俺の屍を越えていけ。早めに飛ばなきゃ。チョア噛まねえんだよな。だいぶ早めにいいな。この辺でいいんじゃない。そしたら2回失敗しても大丈夫。やっぱまたバネマリオね、正直タイミングがわからん。行くぞ。よし、次や。くっそバネマリオ嫌い。くそほど使いにくい。ヤガ押し。死んでしまいます。よし、連打してる。なんだこのクソ。これあれか、マリオの頭の時はジャンプができない、そういうことだ。あれできる。あれ？じゃあわかんねえわ。じゃあわかんねえ。そや。おもんねえぜ。ね、アホらしいんで。バネマリオとかいらねえから。マジでいらねえわ、このタイミング難しいやつ。まあ、あのワンの時からバネマリオが一番嫌いでした。バネ貯めれるタイミングがだいぶシビアっていうのはね、普通にいらんない。
ワンジャンプ失敗する理由が分かんない。あ、マネマリオいらなくない？もう燃料から出てこなくていいよ。お、1200超えたね。何なんだいこりゃ。バーネンかい？触ったらボイボイ音程するのかい？まあ何はともあれね、1000枚、1200枚超えたので、一応これで OK だから、一応ボスだけまで持ってこれたね。ここは一番初めにね、あの腹ペコチコがいる。じゃあお願いします。あ、ちょっと今余裕あるけどさ、腹ペコチコにこうやってあげようと思ったらこんな感じになって、あげれなくて無駄にするっていうあるある。あ、数個ぐらいならあるけどね、こうやってこんな感じで1200個無駄打ちはさすがにないと思うけど数個ならミスったことあると思う。さあ、なんだ、ゴールドの果実。スイーツミステリー、ナスみたいな形にしてる。明かりだよね、確か。明かりよし。黄色いフルーツ、照らす道。それが道しゅべ。どう？中間か？マジでこの構成的に視点変わるのが嫌い。あっと、ほぼ 2D。 あわわわわわじゃねえ、俺を助けろよし。あわわわわじゃなくて、俺を助けろよし。食べるんだ、食べるんだ。なるほど、お菓子の道がね、出てくるんだ。中間、次のお菓子を食べる。これね、残念やけど帰らないと。ちょっと別道あったんで、ここの、ね、右があったんで、キャップがだけか。バームクーヘン、あなたはクッキーとバームクーヘンどっちが好き？水星コインはいいけど、おかわりないよ、おかわりないよ、おかわりないよ、おかわりがない、ギリギリセーフ。じゃあ次のルートはそっちやな。あ、道消しちゃった。割とクソザコなめくじなんで、彼でもう水星取ったから、全然オーケーだね。あそこに行くんだけど、上から、あ、なるほど、上にあった。ちょっとそれもらおうと思って、大したはほとんどもなかったな。よし、ちょっと待った！
3D マップなのに実質視点が強制っていうのが辛いんだよ。普通にね、後ろ追従カメラの方がいいよね。これ取ってから中間取らないと記録はされませんので、ただここ稼ぎはなくてもいいね。スターピースいっぱいだわ。ダンキャットもあるんで、ダンキャットはないんだマジでね、抜いてる方向、ヌンチャクのスティックが悪いのか。あ、全部変えなきゃいけないやつね。他は？あと左かな？うん。足場がない。真ん中か。行くのに使っちゃってるからね。このルート通らなきゃ。はーっと。下でもね、あの旗変えれるみたいです。もう勝手に視点変わるのほんとやめて。ギリギリじゃねえか思ったより。基本的にね、そうやってあの視点変えられるのに対処する方法というのはちょっとカメラを引くだけでいいんだけど、このゲームカメラ引いてくれないんですよ。63、おお、ショートカット。でもあの時点で1200貯めるのって結構大変だぜ。